でしょう。山本さんに伺いたいです。仕留めろよという顔ですが、それとも、まあ、我慢強く起用してきました。結果を出してほしいという高橋監督の願いです。どうだ、引っ張ってレフトの前に落ちました。岡本一本出てつなぎました。山本さんどうでしょう、粘って最後緩いボールでしたかね、はい、チェンジアップですかね。チェンジアップ。いやでもこういったね、追い込まれてのスライダーがカットボールですかね。そうですね、少し甘くなってますよね、追い込まれて、これまあ甘いボールと言われても、はい、結果が出れば、はい、もう気持ちは全然違いますんでね。でしょうね。これは開幕レフトスタメンもちょっと一歩近づいた。少しヘッド下がって出るのは気になりますね。そうですか。追い込まれました。引っ張ってレフトへ、フェースへ、フェアになりました。フェースに直接当たって岡本も二塁に走る。どうだ、セーフか。ボールがそれました。岡本ツーベース。今ちょっとボールが高めに浮いたんですが、はい、思い切って引っ張っていきましたね。2球目のスイングとはやはりコンパクトに振ってますね。この腕の使い方いかがですかね。いや悪くないです。追い込まれてるからこういうバッティングできます。なるほど、はい。ということはしっかりそのカウントが変わっていく中で対応しているわけですね。いや、そうですね。やはりこの結果が出るっていうのは、はい、最初ヒット打ってますんでね、そして2塁まで行きました。これはあの阿部の走塁が生きているかもしれませんね。ピッチャー変わって3打席目、どうだ、1、2塁間抜けました。3安打猛打賞、開幕スタメンへ大きなアピール。今度は右に打ちました、山本浩さん、はい、これは非常に打ち方ですね。そうですか、はい、あのサイドハンドから投げるとシューっていうのその開き気味になるんですが、はい、うまく追っつけましたね。今大きな拍手笑顔で戻ってきた岡本。これは来週の金曜日東京ドームの開幕戦、レフトスタメン岡本というのが現実味を帯びてまいりました。開幕1軍も初めて、開幕スタメンがなるのかという岡本。まだ息が切れています。